はい、こちら苫小牧のですね海の駅プラット港市場、おすすめのですねグルメスポットでございます。あのお土産物もね結構いろいろとございますんでおすすめですよ。でね、この中で行きますとですね、2回ぐらい寄せてもらってるんですけどね、わがまま丼苫小牧食堂さん、こちらねおすすめでございますんで、はい、こちらは西館でございます。こちらは東館でございます。目指すはですね苫小牧食堂でございます。はい、画像中央あたりがですね苫小牧食堂でございます。はい、こちらはですねわがまま丼苫小牧食堂でございます。はい、おすすめのねお店でございますよ。はい、こちらのねおすすめはですねホッキ焼きであるとか海鮮丼とかホッキカレーとかね、いろいろとね、セットになったメニューがねございます。はい、おすすめはねこれ。ぐる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 めでか。はい、札幌クラシック。はい、朝からねビールをいただくというね、まあ、とても幸せでございます。ですね、ホッキ三昧セットのですねこちらですねホッキ焼きでございます。このね火で炙ってね、このグレーのところがね赤になってきたらですね食べ頃でございます。こちらはですねミニホッキカレーでございます。あのこれ食べるまでですねあのホッキとカレーって合うんかなとかね思ってましたけどね、もうむちゃくちゃ合うんですよ。このねホッキのねどうですか、あの旨味がね、はい、カレーに染み出してとても美味しいです。はい、それとですねこちら海鮮丼でございます。もう具材たっぷりでございますよ。はい、どうでしょう、エビ、イクラ、カニ、ホタテ、サーモン、マグロ、はい、ホッキ貝も入ってますね。あとイカ、はい、ウニ打ったか、はい、そこね、お吸い物でございますね。このね海鮮丼、この具だくさんの海鮮丼とですねホッキ焼きとホッキカレー、はい、セットでですねなんと2860円でございます。これがね、ホッキ三昧セット、超おすすめのセットでございます。3度目の朝食でございます。サーモンでございます。うん、厚切りで油が乗ってんでとても美味しいです。こちらマグロでございますね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。こちらホタテでございます。ホタテの貝柱ですね、うん、甘くてとても美味しいです。はい、はい、ホッキカレーでございます。
このホッキのね、旨味が出てるんですけど、このホッキの食感もいいですよね。うん、とても美味しいホッキカレーでございます。はい、こちらはホッキ焼きでございますね。はい、甘くてね、とても美味しいです。はい、うん、このね、あの貝の器にね、残ったね、このお汁もね、あのホッキの旨味がね出てね、とても美味しいです。うん、これね、残す人いるかもしれませんけど、ぜひ飲んでください。うん、とても美味しいです。グルデカチャンネルステッカーもらいました。見ます。チャンネル登録します。お願いします。はい、プラット港市場にあるですね、苫小牧食堂さんですね。いや、本当安定の美味しさでしたね。ホッキ三昧ってやつ、はい、あれね、結構いいんですよ。ちょっと小さめのね、海鮮丼で具材もいっぱい入ってますしね。で、ちょっと小さめのホッキカレー、それとホッキ焼き、はい、もう苫小牧のね、ホッキをね、もう存分に楽しんでいただけるセットでございます。でね、先ほどもね、お話しさせてもらいましたけどね、ほんとホッキ貝のね、入ったね、ホッキカレーっちゅうのはもうかなり美味しいですから、はい、もう濃厚と言いますか、貝のね、旨味がね、染み出したとても美味しいカレーなんでね、ぜひ、お試しください。こちら苫小牧食堂さん、はい、おすすめのお店でございます。なんかね、3度目ですけども、お店のね、店主の方々とかね、覚えててくれましてね、非常に嬉しいですね。はい、また訪れたいと思います。はい、苫小牧でですね、3度目のご飯を食べまして、3度目の朝ご飯食べましてね、ただいま苫小牧駅でございます。これからですね、特急北斗に乗りまして、札幌へ移動したいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ、旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。